そしたら、ここからは、そしたら、今からは、ちょっと質問コーナーに行きたいと思います。はい。SNS を、通して、いろんなね、質問いただいたんで、厚生監督、そして篠原先輩にも答えていただきたいなと思います。まず質問、僕は柔道をやっているのですが、いざ試合になると緊張してしまい、練習の成果が発揮できません。篠原さん、井上さん、野村さん、試合の時に緊張を抑える方法として何かやっていたことがあれば教えていただきたいです。実際、そんな篠原簡さん、単ですよ。先輩、手の緊ひ張しらないでしに人ょ？を3回台で乗り込め。先輩、常にそれいやっや、てこましれった？て、今のは冗談で、本当に、緊張なんていうのはもうみんなするから。で、やっぱりなぜ緊張するか、よくね、その質問の方も含めて考えてください。だいたい緊張するときって、もっと練習しとけばよかった。もっとあんなこともしとけばよかったと、いざ試合の当日に思っちゃうの。だからそう思わないように、毎日の練習、稽古で、ね、本当にもう出し切った練習をする。で、当日にもっとああいうことをしとけばよかったと思わないように、しっかりと工夫しながら、毎日の練習を、試合と同じような練習をすることによって、ね、当日は、俺はもうこんだけやってきたんだと、あとはもうすべてを出せばいいんだと思えるぐらいの、やっぱ練習をすることが大切なんじゃないかなというふうに思います。以上です。構成は緊張はするタイプ。緊張してましたよ。はい。緊張してたなというふうに思うし、今、篠原先輩おっしゃった通り、やっぱプロセスっていうか、過程で何をやったかっていうのは、すごく大事なところじゃないかなっていうふうには、思います。で、もう一つは、まあ、勝負なんで、まあ、勝負の世界によって絶対勝つというふうな思いで、日々、努力をし、そして試合でも臨むことをとても大事だというふうに思うんですけど、でも、まあ、勝ちか負けしかないので、その勝つためにも自分の今持ってる力を全て出すというところをこう意識してやってたかなと。なんかこう特別に120%とか150%出そうと思ったら、これね、難しいので、まあ今持ってる力を、その緊張も含めた上で、出すと。自分を信じて戦うっていうのが大事なのかなというふうには思います。で、まあ、試合前にこう緊張した時なんか、こうなんか胸の中にこう溜まるものがあったんで、なんか外に行って、あーってこう吐き出して、そのこう詰まったものを出すとか、音楽聞くとか、よくしてましたよね。篠原先輩よく喋ってましたよね。ずっと喋ってた。ずっと喋ってましたよね。敵というか、相手の人にも喋りかけまくってましたよね。喋りかけてたね、普通に。はい、私、全日本とかもそれが嫌で、違う控え室に移動しめちゃくちゃ迷惑じゃないですか。だから、これって、人、ほら、人、緊張、まあ、しないため、人の、まあ、ルーティンとかいろいろあると思うけど、基本的には井上監督の時は、歌をよく聴いてたよね。はい、どっちかというと僕、閉じこもってたんですね。集中させるために、なんかこう。俺はそれすると逆に緊張するから、普段通り喋ってた。ですよね。逆に野村選手なんて、もうずーっと寝てたで。ああ。試合が終わる、寝る、顔にタオルかける、次の試合呼ばれる、起きて道着閉める、トイレ行く、髪の毛のセットする、リップ塗ってしたいって言ったから。いや、ほんまほんま。それこそ、逆にヒロは全然喋れへんかったわ。でも、ひたすら寝てたもん。そういうイメージでタしオルた。かけて。本当、まあ、試合の合間に寝ることもあったし、もう自分、コーセと一緒かな。もう逆に周りを見たら、周りを意識しちゃうから、もうすべてシャットアウトして、タオルかけて、もう自分の世界を作ってたかな。まあ、けど、究極なところ、やっぱ勝つっていうのは、もちろん勝つためにやってるわけだけど、なんだかんだで、やっぱり本当大事なのは当たり前だけど、やっぱり力を出し切るってことやもんね。だからビビったり、その緊張したり、こう変な欲のた、欲、欲をいろいろ考えて、そういう要因で自分の力を出し切れないっていうのが一番もったいないしね。で、特にやっぱ子供の時なんか、負けてもええやんと思うけどね。
本当に人生かかった勝負とか、ね、オリンピックになったらやっぱり勝たなきゃいけないし、うんうん、だけどやっぱ子供のうちはやっぱりそのね柔道する喜びを感じながら自分の力出し切って勝っても負けてもね、だそこはやっぱ指導者も親もその頑張ったこと負けても自分を出し切ったことを褒めてあげてほしいの。その結果を求めてなんで勝てないんだとか、うん、なんであれができないんだっていうふうになったらやっぱ子供萎縮しちゃうし、うん、誰のための戦いなのか誰のための柔道なのかっていうね、そういう部分はやっぱり、うん、子供のうちはあの周りも考えながら、うん、やっぱり、うん、思い切ってやるってこと、で負けたら悔しさね、負けて悔しいことを知るのも大事だし、はいね、負けてうーんあの時ああすればよかった、もっとこの技をこうすればよかったってそういうね課題が見つかるのも大事だしね、だから俺は逆にどんどん負けて悔しさを覚えながら、はい、そこから強くなっていこうぜっていうタイプやから、うんうんねね、なんかあの勝負のこうもう勝負の世界っていうところだけを見た時にはもちろんこう望むにあたってねあの勝ちたいっていう思いを持って努力したり準備するってとっても大事だと思うんですけど、やっぱりその周りの環境というところはどうしたらあのこの子が今持ってる力を全部出させてあげれるかとか、終わった後もより一層それを次なるところに伸ばしてあげてあげるかってい こうサポートはすごく大事なのかなと。やっぱね、お前何が何でも勝てっていうふうに送り出すとより一層緊張するでしょうし、負け、ね、例えば負けて帰ってきたらお前何であんな負け出したんだって言ったら萎縮しちゃうでしょうし、そこはやっぱりもちろん勝負の中で、ね、勝つことをこう求めていくことで成長できるっていうのがあると思うので、でも結果は結果としてまた別だと、で負けた場合にはまた次に行かせるようにサポートしてあげることが大事かなというふうに思うので、本当さまざまな経験ができるような環境は作ってあげたいですよね。ですね。じゃあ次の質問いきます。はい。野村さんに質問です。現役時代逆の技、野村さんの逆の技のタイミング、だからまあ私は右組だから、まあ、左の技ですよね。のタイミングやキレが素晴らしかったんですが、入る前に意識していたことは何ですかって来てます。ほんまかお前。確実食ってんじゃないのかお前。いや確かに素晴らしかったよ。いや本当に、いやそれはしてませんけど、ほんまにそんな質問来てんのかお前。あれ先輩逆技ってありましたっけ？ねえよ。まあ、ないですよね。後世は？逆技練習しましたけど本番でかかったこと一回もないですね。やっぱ逆技は特に軽量級が多いか。そうですね、そうですね。でも、うん、今の時代はやっぱ逆とかそういうものもできた方がいいなっていうのはすごく感じますけどね。あ、それあの重量級でも。重量級でも思いますよ。うん、もうだって重量級の柔道も今ガラッと変わってますからね。うん、組手の厳しさ、スピード、回転の技、はい、ね。ですね。もちろんなんか、まあ、影浦とかだったら背負とかするもんな、担ぎとかも、はい、まあ、例えばですけど、まあ、重量級なんかでも逆技なのかどうか分かりませんけど、こう肩車だとか、うん、例えば持ってる中でこう袖釣り込みだとか、うん、なんかこう逆の大腰とか、うん、なんかその篠田先輩がイメージしてるような一本強いとか、うん、あんなだけじゃなくてですね、うん、あの重量級は重量級に合った逆の技とかは、うん、作れるんじゃないかなっていうふうには思うので、うん、そっちがあった方が、まあ武器は多い方があの対応はいいんじゃないかなと思いますよね。なんかまあじゃあ俺らで言うそのびっくり強いってよう言うてたやん。はい。そんな感じになるわけ。あのそうまあびっくりそうですね。いや、うん、もう選手によってはね今本当に我々まあ自分らあの軽量級がやってたような背負い投げする選手もいっぱいいますよ。うん、あの急に重量級でいますいます。うん、急にもうまさにスコーンと落ちるような、はい、だやっぱりその、うん、いやびっくりしますよ、うまいね、うん、だやっぱり重量級、日本の重量級の選手は、うん、あとごめんどうぞ、あすいません、世界の選手なんか、はい、あの100キロ級上がりなんかが結構長距離に上がってるケースがあるんで、あそうか、右だの左だのもう担ぎまくるし、本当もうそれもスムーズに、よっこらしょっていうような技じゃなくて、もうスパンスパンと入ってくる選手がやっぱり多くなってきてますよね。よかったわ、その時の時代じゃなくて。いやでも、
野村先輩の逆技といえば、あの可能杯の時の逆一本で決勝、徳野先輩がなんか投げましたよね。徳野投げたね。だからあれ、そう、アトランタの後で、まあ、ある種俺はなんかちょっと、ね、うん、大学4年生でちょっと まぐれみたいな感じで思われたとこもあったから、その直後の可能杯、うん、で、やっぱりね、同じ年で、やっぱりライバルだった徳野と当たった時に、これ負けたらほんままぐれと思われると思って、まあ、気合い入れていって、うん、一本背負いで、逆に回りすぎて、でしたよね、うんうん、完璧なタイミングで、完璧な入り方で、本当に俺その時徳野頑張れって言うたもん。やめとけ、やめとけ。97年ですか？そう、96年。6年か。うん、オリンピックの後やったから、その話として。やっぱりね、うん、だからね、やっぱりその、まあ、正直右組みで右の技が中心。で、そのたまにね、その左技もしたけど、うん、まあ、入る前に意識してたってことはない、俺は。逆にね、トップの戦いになれば、意識したら全部伝わるからね。うん、逆にやっぱりその、やっぱりその右の技、右の背負い投げ、ね、右の小内刈り、やっぱりそっちに、行く意識で、うん、その相手にそういう意識を持たせた中で左に入るから、うん、逆技って生きてくると思うね。うんうん、だからやっぱりその、ある種、体の感覚で、感覚とその瞬間の判断でも左の技にすごいタイミングと精度で入れるように、やっぱり練習したね。で、左に入るんだ、逆技に入るんだ、入るんだっていう意識を持たないようにした、逆に。うん、で一瞬の判断で体が動けるまで、うん。相手に伝わらないようにね。そうですね。うん。うん、だそこまでやっぱやらなきゃ。すみません、どうぞどうぞ。うん、いや、もう、いや、本当に、だからもう本当にそこまで、逆技だからこそそこまで磨き上げて、やらなきゃ、その、びっくり強いじゃないけど、その瞬間、たまたまっていう感じとか、ちょっと相手を、相手の意表をつくっていう感覚では。いや、でも、ヒロの技はびっくり強いちゃうからな。うん、あ、それはそう、当たり前。お前の技は全部切れてたの。なあ、何かけても切れてたの。いやいや、俺いつも思ってたもん、なんであんな技でみんな飛んでいくねんと思ってたもん。だからそんだけもうスパスパ普通に入ってるもん、右も左も。でも右のやっぱり物手強いのベースがあるから、またこっちも効いてましたよね。そう、うん、そう、右の技があるからこその左っていうのはあるからね。あれでも左の技は右でも左でも同じでしたか？喧嘩術の方が割合的に多かったですか？いや、ね、入りやすかったのは喧嘩打つかな。ですね、うん、けど、まあ、徳野とかの場合であればね、俺よりさらに、ね、10センチぐらい背が低いし、ね、相四つやったから。いや、あれをなんか立ち背負いで、逆の立ち背負いでバーバーン泣いてたのが、すごい、ちょうど高校3年生ぐらいだったんで、印象的で、すんげえっていうのをすっごい覚えてるんですよね。まあね、けどやっぱり本当に自分の、いや、向いてない人の話は、はい、組手がね、自分の得意な組手の方の技がベースになりますからね、そっちを、まあ、まず磨き切った後ですよね、逆技って。なんか今日、はい、今日一篠原先輩つまらなそうな顔するのやめてもらっていいですかね。間違いねえな。けどね、篠原先輩に質問です。おー、来てないんですよ。はぁ、いつも来てないです。一つも来てないです。なんで篠原さん。そんなことないだろう、なんかあるだろう。はい。はい。なんかあるだろう、お前。いや、何かあるだろうって。はい。あります。お、あるんじゃない。はい。今年6月、世界選手権開催されるとのことですが、日本の選手、特に大野選手や五輪内定選手は出場すると思いますか？しないでしょ。そんなも1ヶ月前に出ないでしょ、そんな。っていう質問ね。いや、でも世界選手権あるっていう話も聞いたけど、代表選手は出ないでしょ、高専。まあ、まだね、この大会前、通常であれば、
オリンピックのクオリフィケーション、いわゆるポイントですね、ポイントの締め切りって5月なんですよ、うん、なんですけど今はまあコロナ禍の中で大会が相当少なくなっている部分っていうのがありますので、うん、まあそういうものを考えた上ではこの世界選手権まで入れるんですよね、うん、でまあそのポイントによって、参加者数だとか、あ、数というか参加出場選手だとか、あとはシード権とかそういうものが変わってくるんで、うん、まあ、そこら辺はこうね、いろいろと考えとかなきゃいけない部分っていうのがあるかなというふうには思うんですけど、まあ、しかしながら、まあ、大会が中旬、まあ、下旬から中旬ぐらいに行われて、今のルールだったら2週間のいわば隔離というか制限を持った上での活動で、オリンピックってなるとやっぱ相当なタイトなスケジュールにある部分っていうのがありますし、もう一点の視点としては、まあ、延期されたことによってスライドされていきましたよね、大会が、オリンピックが。で、その分だけやっぱり2年間ほど約こう競争がこう生まれてない形にもなってるじゃないですか、うんうん、ですから、まあ、そういうところもこう考えた上での世界選手権の選考も含めて、判断していかなきゃいけない部分は出てくるかなというふうには思いますけどね、うん、まあまあ、でも結局基本的にはそう考えるとちょっと五輪の代表選手は今のところ考えてないっていうことでいいのかな。いや、まあ、選手によってわからないんじゃないですか。あ、まあ、選手が出るといえば出るけど、状況次第ではちょっと環境が厳しいんで、うん、何とも言えない部分がありますけど、うん、まあ、ゼロではないでしょうし、じゃあそのまま世界選手権ってまたオリンピックと世界選手権ってまた特別なものだと思いますんで、うん、ですからそれをただ単にスライドさせるっていうところの考え方もいろいろ検討しなきゃいけない部分もあるんじゃないですか。なるほどね、ありがとうございます。そんな質問俺にされても分かんねえよそしてあと2問、はい、珍しくね、大学生の方から質問が来て、まあ、階級が、はい、階級が100キロ級です。マイナス100キロ級で、大体ね、そういう100キロ級の選手っていうのは普段、まあ、103キロから106キロぐらいあるイメージですと、うん、でしかし私は普段98か9しかない、うん、食事の量を増やしたりトレーニングは毎日してますがあまり増えない、うん、野村さん、篠原さん、井上さんの現役時代の普段の体重と試合の時の体重を教えてください。また食生活やトレーニングのことで気をつけていたことはありますか。そういう質問してますよね。だから逆に体重が足らない、うんうん、で篠原先輩が、まあ、現役でバリバリの時で100キロ超級ですよね、100キロ以上のクラスで、うんうん、一番、まあ、自分の競技者としてのピークの時って大体何キロぐらいありました。135とかじゃない、うんうん、先輩ももともと100キロ級だったですもんね。まあ、まあ、体重は100あるかないかぐらいだよ、ね、大学に入った時に100、当時はプラス95キロ超級だから、ね、昔と階級っていうか区分が変わりましたもんね。そうそう、で俺98とか100ぐらいしかなくて、でも超級の試合出てた。それで95キロ級にしようとは思わなかったんですか。減量するんじゃないかその減量してまで試合に出たいと思えへんかった、俺は、うんうん、それやったら 100キロぐらいしかなくても超級で試合出た方がいいと思った。どうやって増やしたんですか。これやっぱりこう練習するうちにもう筋肉もつきながらちょっと増えながら、でやっぱり大学の時の先輩がこいつ太なったら大きくなったら強くなるんじゃないかということで、くよ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 って言ってこう食べさせられてて、それがすぐには太らなかったけども、まあ、胃も大きくなり、それが慣れてきて、どん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 体重が増えてきて、まあ、さらにこうどん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 成績も上がっていったっていうような感じで、もちろんプロテインとか飲んでたよ。うん。うん、ね、だから先輩は本当にね、その太るために無理やり食って、なんか本当にポチャっと太ったって体じゃなかったもんな、構成。全然逆算でした。ね。だから、まあ、それも。食べた分は、まあ、現役の時はもう動いてたと思うけど、その代わりも今やばいよね、今が。はい。見たい。いや、見たくないです。高生は、
どんな感じやった体重は。自分はですね、まあ、100キロ級でやってた時がだいたい105キロぐらいだったですね、じゃあその体重を増やすためになんかこう努力したって経験はあまりないってこと？最後の方ちょっと長距離で勝負させていただいた時にはやっぱり体重110キロぐらいは持っていきたいなっていうところがあって、でまあ普段105ぐらいだったんですけど、あんまり食も太いっていうタイプじゃなかったんで、こう小分けにして食べるようにはしてたかなっていうふうに思うのと、あとまあ大学時代の時には我々の時ってそこまでなんかサプリメントとかなかったっすよね。うん、だからプロテインもあったけど、まずいやつねなかったんで、やっぱその食事の中でこう努力しながらこう何回かに分けて食べて、増やすというような形を取ってたかなと思います。じゃあ篠原先輩、この大学生今100キロ以下で頑張ってるけど、なかなかまあ練習したりトレーニングして、まあ、食事の量も増やしたりしてるけどなかなか増えない、この学生に一言バシンとお願いします。やっぱりね、小分けにして食べるようにして、練習後にはプロテイン飲みなさいでもトレーニングももっとやって筋量も増やしてね。やっぱり筋量増えるとどうしても体重増えるから、うん、やっぱりそこをね、もちろんトレーニングやってるでしょうけど、やっぱプロテインとかこう飲みながらタンパク質をちょっと取りながらしっかりと計画を立ててすれば、まあ体重も増えるんじゃないかなと思うんでね、引き続き頑張ってください。そしたら最後、もう手短にお願いします。最後の質問です。お三方それぞれの初対面、初対面の第一印象とその後の印象、どういうふうに変わっていき今に至るかを聞かせてくださいってあります。いや、第一印象ってヒロはもう大学の時に後輩で入ってきて、いやけど最初高校ですよ。まあ、高校の時に寮でやってるから、そうそう、だから天理高校の寮、柔道部の寮にいた。で篠原先輩は天理大学にいて、だ高校はね、天理、先輩天理じゃないですもんね。うん、大学に入って多分天理高校出身の、その、まあ、同級生なのか先輩か忘れたけど、その転校でいた時にヒロが本当に小猿みたいな感じだ細くて小さくて、でもこれ野村先生の息子さんということで、あ、そうなんだっていうような感じで、ほんまもう第一印象するぐらい。で俺からすれば寮にね、もともと高校の先輩じゃないわけよね。だからその人が、まあ、天理大学に入学して、その人が天理高校の寮に来て、もう寮の中で、おいこら高校生っつってパシリに使おうとしたのようわやばい人が来たみたいなお前ね、そういうことばっかり言うから、ほんまな、俺のイメージがほんまに悪くなるからやめてくれお前。いや今でも本当思うけど、先輩全日本の合宿行ってね、その時にまあ高生とかもいたり、他のまあA クラス B クラス C クラスでまあ教科も分かれてたけど、もう白原先輩ぐらいやったもんな。よその学生とかさ、所属関係ないやつ、その辺のやつを捕まえて、おいちょジュース買ってきてくれとかさあくまで上下関係があるからさ、そういう使い走りとか先輩の用事するっていうのは当たり前の世界だったけど、あくまで自分の系列やもんな、はい、お願いするのは。そうですね、よその大学、よその企業の人に、おいちょっとなんとかしといてくれっていうのを白原さんだけやったもんね全然関係なかったですねいやまあまあ、ほらそれはね、やっぱりなんかこのいいか悪いかやったらもうダメなことだけど、それはそれで楽しかったよね。いや、はい、まあね、後世が篠原先輩と初めて、まあ、存在を知ってるじゃなくて、まあ、ある種交流というか、うん、そういうのっていつぐらいかな。いや自分はやっぱ一番こういろいろと携わらせてもらったのは98年のやっぱアジア大会の時ぐらいからな、からかなとは思いますけどね、うん、はい、私が97年の初めて大学1年生で講道館杯とか優勝したりして、でその年なんだっけな、昔の団体戦のワールドカップってあったじゃないですか、うん、あの大会に選ばれたんですけど、私肉離れして出れなくて、でなんか日本代表としてこう活動したのがちょうど98年のアジア大会で、でその時一緒の部屋に選手村とかでなった時にこういろいろと話していただいたっていうのが、
なんか一番強烈なあの思い出というか、はい、印象ではありますけどね。もうその頃から今みたいにいじってたの、篠原先輩のこと。私ですか。いやいやいや、もう一方的ですよなんかめちゃめちゃでも自分にはこうや優しくしていただいてて、はい、ですから珍しい。他の私の時は81キロ級にあの久保田先輩、和田先輩なんで、あの私の3つ上なんですけど、久保田先輩あの10倍ぐらいいじられてました、久保田で、久保田先輩があのアジア大会で結果出さられなかったんですよね、うん、その時負けたよね。久保田先輩はやっぱすごくあの和田さんに優しくなんか接していろいろと面倒見てあげてましたけどね。そういう面はやっぱり ありますよね。そうそう、そういうことをもっとはっきり喋らないと、俺の優しさを、ね、あんまりいい話面白くないかなと思って逆に篠原先輩は後世をどう見てたんですか。年で言ったら何歳差ですか。6個。私今42なんで、そうですかね、うん、6個、はい、だからあの現役時代で、まあ、20代とかの時で6個したって、まあまあしたじゃないですか、うん、まあまあした。だから一番初めに練習したのが多分講道館で練習があった時に、うん、そこで後世と練習してたのよ多分、はい、その時に、うん、強いらしいな、練習しようぜってやって、まあそういう感じやった、うん、そうじゃなかったっけな。あの全く歯が立たなかったっていうか、もう遊ばれておしまいだったんで。あと高校3年生の時、東海大学でも練習させてもらったんですよね。あ、そうだったかな。あの高2の時ですね、幕張の世界選手権の時かなんかの合宿だったと思うんですよね、うんうん、それで東海に来られてて、でちょうど自分高校生で出稽古に参加させて、で稽古行ってて、でその時も一回やってもらいましたけどね、うん、めちゃめちゃ強いって、本当にもうその印象しかなかったです。怖いって感じることはなかったの。いやもうめっちゃ怖かったですもうええって。もいやでもあの野村先輩も現役時代やっぱ怖かったっすよ。いやお前な、知らんだけやで、お前な知らんだけ、ほんまにこれみんな言うねんけど、うん、俺よりお前の方がとっつきにくいってみんな言うてたもん。いや、はい、なんていうんですか、うん、違う怖さっていうか、うん、俺のはしゃべり口調がそういうふうに聞こえるだけであって、はい、お前の方はほんまにシャットダウンしてたもん。はい、はい、それありますね。相手に前聞きましたけど、やられてたっていうこともおっしゃってましたし、うん、でも雰囲気あったんで、なんか近づけないオーラはもうめちゃめちゃありましたよね。今でこそなんか爽やかでニコニコして人に接してるけど、お前もほんま元気の時なんか人を寄せつけんがだで、ほんまにほんまやな、こうせな。いや、それはやっぱありましたよね。で、うん、同じ代表でやらさせてもらったのが多分シドニーの時ですよね、うんうん、ですよね。そうだね、98年99年ってあれだったじゃないですか。だからシドニーの時で、そうなんです。で合宿だとかいろんなものもこう節制いろいろと一緒にさせてもらいましたけど、やっぱ本当違うこう怖さっていうかがありましたね、お二方。だから本当喋ったことない柔道家とか強化選手いっぱいいるもん。でしょうね、うん、接点も俺はそういう意味ではいろんなやつを喋るから、はいはい、迷惑かけてたけどね。それで軽いクラスとやっぱ重いクラスってやっぱり接点がちょっと違うんで、うん、やっぱ軽いクラスは軽いクラスが多いし、重たいクラスは重たいクラスが多いみたいな感じではやっぱありましたよね、うん、でも楽しかったよな、今思うと、はい、そうですね。うん、いや楽しかったです、ね、はい、もうだから昔はそうやって、まあね、特に大学時代はやっぱ先輩は本当にもうね、神ぐらいの神と、もう本当に何、平民ぐらいの感じのさ、なんかそんな感じやん。もう絶対的な上下関係があったけど、まあね、そういう存在だった篠原先輩が今こうやってね、俺らみたいなね、こうせな、俺らみたいな後輩を優しくね包み込んでくれてありがたいよね。いやいやいや、よう
言うわ、もうこんなん2人取ってみ、ヒロの方が、俺はもうオリンピック参加取ったんだよ、俺は神様だよ、柔道の神だよっていう感じで俺に接してくる、でも、あどうもお前様って。それこの後、このズーム退出してもらった後、うん、ちょっと昴生と2人で話するんで。なんでお前その昴生だけで話すの。おかしいやろ。3人の会話で。はい、ちょっとね、本当に、まあ、関係値というか、なんかそういうのはね、昔とはちょっと変わってはいるけど、はい、自分はもう2人が大好きです。はい、ありがとうございます。はい、すみません、長時間、ちょっと時間オーバーしちゃったけど、はい、いろいろと、はい、ありがとうございました。引き続き、ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。